も、はい、よろしくお願いいたします。ヨシキサカから動画でブログでございます。大阪南にあるヨシキサカから店長、中島澄です。よろしくお願いします。さあ、っていう感じでね、今日はメニュー、首のコーナー。メニュー、首のコーナーでございます。自粛前に作ったメニューですけれどね、もう自粛も明け数日経ちましたけれど、全くね、はやなやろ成果を出さなかった人たちを一時退場ということで、そのねメニューを紹介していきたいと思います。この辺は大丈夫ですね。焼きウインナー、麻婆豆腐、この辺は滑ってないですね。スモークチキン、そうですね。まあ、これはちょっとなんだか首ですね。業務用のやつみたいなのをドーンって買うんですよ。業務用くらいのやつを買うんですよ。業務用がなくならないっていう。間に合わない。多すぎるっていう。ちょっとそれで首ですね。焼きおにぎりもありますね。ポップコーンもあり。トロサーモン。これね、ちょっと、またバージョン上げようかなと思いまして。ノンフライヤーがうちの店にあるんですけど、ノンフライヤーにポンって入れて、ウィーンって温めたら、まあまあ、で、なんやろ、もっと、なんか熱々で美味しくて素晴らしいのができるのではないかな、というのが、うちの今の見立てなので、ちょっと、あえてこう、生物ではなく、ちょっといい感じに熱々で温けるのを出したいな、というのがあるので、こちらは、メニューがバージョンアップということで、いきます。ガーリックトースト。そうですね。これは僕が単純に食べたかったということでね、入れましたけれど。そうですね。この店にガーリックトーストがあるとは思わなかったんでしょうね、皆さんね。誰も頼まなかったです。オイルサーディン。もうこれ缶詰やからね、便利やなと思って買ったんですよね。そう、残念ながら便利すぎてね、全然目立たへんから。僕もなんかいつまでも腐らへんやろなと思ってね。保存でほったらかしにするんですね。多分だいぶ熟してる可能性がありますね。漬物。これは大丈夫ですね。この辺も大丈夫。大丈夫。これ、胡椒もりもりポテトサラダ。こちらの方なんですけれど、ちょっとね、僕、サワークリームを入れて、あとはなんかちょっと胡椒をね、もうちょっといろんな風に、胡椒もりもりですけど、これにサワークリームやら何やらをちょっと足して、これもバージョンアップしていきたいかなと思います。こちら、ラー油のせ冷ややこ。これも簡単ですね。ペッペッペッペやから。まあ、もう豆腐があかんくなったら僕食べますからね。カッパタルタル。これめちゃめちゃ好きなんですよ。これカッパエビセンにタルタルつけて食うだけなんですけど、バーリうまいんで、皆さんぜひやってください。残念ながら首ですけどね。こちらの方めちゃめちゃいい、美味しいんで、ぜひ食べていただきたいんですよね。まあうちは首ですけれど。っていう感じで、あとは、そうめん食べ放題はまだまだ続投で頑張っていきます。新しいお茶もね、玉ねぎ茶、オリーブ茶、だしを使ったお茶とかもね、全然まだやっていきますので、よろしくお願いします。で、まあ、前からあるね、どこやったっけな、よいしょ。グランドメニューの方は、こちらの方のメニューのフードは、すべて続投ということで、まあ、こちらの方は頑張らせていただこうかなと思います。さあ、っていう感じで。まあね。まあ、なんかあんまり、なんか先日ね、そんなに食べるとこちゃうやろっていうので、当てにされてなかったと思う、自分の中にあるんですけど、なんか先日すごい食べ物を頼んでくれたので、まあこれからはもうちょっと、まあね、もう、ね、こういうご時世やけど、なんかちゃんと頑張ってね、徹底、なんか予防っていうかね、注意だけしておけば、まあ、大丈夫なんじゃないかという空気になってきたんで、僕もそれにあやかって頑張ってね、まあちょっとちゃんと意識して、これからお店を頑張っていきたいかなと思いますという感じで、洋食喫茶館から動画でブログ、メニュー整理のコーナーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。